こんにちは。じゃあ今日のお昼ご飯ですか今。はい、お昼ご飯ですね。何でもなんか食材を取ってきたということで。そうだよ、しじみ取ってきたよ。寒い11月のこの寒い川に浸かって今日は取ってきたこれ。はい、しじみちゃんですね。お、でかっ。こいつしじみっすか。これ端っこのやつ。なんか違う、なんか形が。そう、なんかね、こう大きかっただけの適量で持って帰ってきたというかね。こういえば使って、何ば作ろうかって話じゃないですか。はい、しじみっつったらしじみ味噌汁とか水もんっていうなんかね、まあ、イメージなんですけど、今日これ、これらを使ってですね、なんか洋風っぽいですよ。パスタ作ってみようかと。初めてじゃないですか、パスタ。そう、そうなんですよ。ですよね。じゃあ作っていこうか。洋風のスープパスタ、スープは作ろうかと思ってるんですよ。はい、僕は塩が入ります。ホワイトソース自分で作ったことないわけ、不安かとけど。ああ、なるほど。まあ、さっきね、新田さんにいろいろ聞いて、はい、教えてもらいました。あ、よかったです。はい、なんとかなると思います。はい、けど、うんうん、なんとかなるでしょうね。なんまあ、やってみよう。材料これだけ。人参とネギ、また多め、小麦粉、クレイジーソルト、これに、はい、牛乳、牛乳以上です。あとしじみ、しじみですね。ですね。はい、はい、まあっさりっぽくするけど使ってみたらどうかなと思ったけど、やってみましょう。はい、人参から。2人前やっけんね。はい、こんなぐらいかな。洋風とかなんか意外なチャレンジですね。初めてやね、ここで作った。アヒージョとか、なんかアヒージョも一応洋風体ね。パスタはそういえばすんくんパスタ作ってたけど、僕は一応高校生の時1年半パスタ屋さんで働いてます。でしょ。はい、それ斜めにやっぱり 細な動きですか。そうですね、みじん切りとかではなかった。ないですね。あ、そうなんだ。はい、次ネギ。ネギ、うん、そこネギ好きですね。ワイトとかにワイってはないですよね。まだですよね。はい、ってことはもうそれこっちから先作るか。クリームソースから作っていきましょうか。三田さん、動画いるんですか。三田さん、私もあんまり自信はないです。大丈夫です。ここにもぶち込むとですか。どんなもんなんだろうね。あ、結構多いですね。2ぐらい。結構いきますね。結構いったね。まず、あの、絡めるじゃないけど、箸で動かすか。箸で絡める難しいなこれ。あ、これ結構難しそうな感じだね。あ、牛乳だね。なるほど。牛乳を一斉に入れるとダマになる。ダマになる。はぁはぁはぁ、やばい、俺もうホワイトソース作り切れるやん。で、いくぞ。わ、少しずつ。ちょっとずつね。まあ、100ぐらいに1回ぐらい。なんとなくですね。こんくらい？ちょっと入れていいですか？あ、なんか。あ、ぽいぽいぽい。これでもいいかもしれない。今ならいける。これね。ああ、なるほど。ああ、いい感じなんですか。いい感じね。なんか、なんかホワイトソースやん。ほら。美味しそう。あ、ホワイトソース作ってる気がする。はははちょっとね。わあ、こんくらい。ほうほうほう。ああ、結構、なんだろう。意外と簡単にできるんだね。てか、なんか調味料っていうか、は、塩コショウっすか。塩コショウと、まあ、コンソメが必要かな。あ、コンソメ。はい、コンソメ。なるほど。てか、このとろみだったら、あの、あいつしじみも入れるタイミング難しいですね。うん、そうそう、そうなんですよ。そういうコンソメが全部潰しとこうかな、僕は。それもたまたまじゃなかったですもんね。潰れる、うん、潰れるもんじゃなかったですね、こいつは。潰れるもんじゃないですね。これ、いつも泣く方が。あ、ゴリゴリゴリして行くですか。うん、ではなかなか難しいと思うんですけど。あ、いけるんだ。いける。すごい。うわ、パラパラ、全部入れちゃった。あ、全部入れちゃった。大丈夫かな。ほら、調子に乗って崩したことには達成感ばかりしとってですね。そしてから牛乳を全部いっちゃわないといけないかもしれないですね。もうこれ。てか、しじみどのタイミングで入れます？お、そこ。そこでしょ。もう。もうぼちぼち一緒に。ここも入れちゃうもん、ここ。もう入れちゃっていいと思うんですけどね。だって結構とろみついちゃってますよ。うん、ここも入れるか、この中。もう入れますか、もう入れますか。あ、人参も入れなきゃいけないんですよ。そうだよ、人参も入れないですよ。煮えないですよ、このまま。こう、ホワイトソース、悪魔のソースだな、これ。結構これ、牙そらすね。もうここに、はい、人参が入ります。それっぽく始める。これまずいな。スタート時点で結構それっぽく言っとったろう。それっぽかったろう。料理教室っぽかったろう。もう入れちゃおう。ただこれ、煮えるんだろうかっていう不安になってきましたね、これ。半煮えとかマジやばかばい、これ。いけるかもしれないですね。うんうんうん、なんかそれっぽいぞ。あ、これはちゃんと砂抜きをしております。はい、しております。もう1日かけて、ね、なんか話で50度のお湯の中入れる気なんかっすね。もうお湯と水と半々で割って50度の水を作るらしい。そしたらなんと、はい、泥抜きが一撃で終わると。うん、らしいですね。
苦しみ紛れに泥を吐くと、うん、それすごかよね。ですね。ちょっと実験してみたかった ね、 あ、実験取るべきやったね、これ、うん、もう入れちゃったっすもんね。入れちゃったね、もう一回出す。それもまた厳しい話ですね。え、こいつさ、火と、こいつさ、日灯しとらん、日灯だからなんて聞こえ、うん、沸騰ですね。沸騰しとっすよね。沸騰はしてないとは思います。これじゃいかんとですよ。頑張ってね。頑張ってくれ。ちょっと長めにすればいい。長めにすれば、うん、なんか気持ちいい、ね、あ、とろとろ。ただちゃんと、あ、開いて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 。塩コショウとクレイジーソルトどっちがいいですか。そっちにバドます。こっちですか。おー軽く。お、かなますか。結構いきますね。かなますか。シャ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 。こっちはもう、ね、あとこれでちょっと軽く。って感じね、これも。人参とこの貝が火さえ通れば、うん、もう終わりと。でも結構大きいやつからもう開いてたんで、ね、結構火入ってるかもしれないですね。うん、まあ、このまま待ってみましょうか。うん、あとはまあパスタが茹で上がるので、またもう絡めたら終わり。はい、おお、意外といいんじゃない。意外とうまくいった。ボコって、ああ、ほらほら、あ、この中で開いていきよっしゃ。なんかリアルか、怖い。おもしか、ほんとボコボコ開け始めたね。ギャンしてさ、間近でピシャって見るとあんまりなんかないよね。なんかすね、なんかすね、ほんとにギャンやって開けようらってた。意外と見てないですね。見とらん。あ、もうほとんど開きましたね。いいな、多分これであのクリームソースの作り方を覚えたんで。覚えたよ。なんかもうそういうことですよ、ね、またこういうスキルアップですよ。かなりスキルアップした、ね、料理人としてのスキルアップもね、こう見ていってほしいとこいけんね。ですね。よし、くばい。はい、パスタ。あー、おいしそうだな。ね、こいつをドーン。はい、あらー、まあ、クリームパスタじゃん。美味しそう、美味しそう。これでおかすかね。あー、いいですね。よっか、よっかでしょう、もうこいつでいくっすか。はいはい。まあ、フォークでねじってこう立てるみたいな。フォークでねじって立てる、こう端でねじってます。でねじって立たんすか、これで。こう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 立ったんけど、よかすか。まあ、よかすっすよ。合格合格っすよ。ほうからの、はい、おお、なんかぽくいっちゃいましょうよ、ぽく。ほら、はいはい、これなんかもうなんか最後し諦めたかんな。確実に諦めたかんな。諦めとるよね。歌ってますもんね、なんか。ほら、しじみがおしゃんでーだ、料理に早変わり。変わりですね、こう皮ですよ、皮から取ってきたんですよ。そうばい、その辺の皮から取ったしじみ、美味しそうじゃん。あ、ネギよ、ネギが。どんな感じで乗せればよかすか、ネギ。どんなのよかすか。ネギ乗せることないですね。ネギ乗せんですね。よっしゃ、完成。来ましたよ、しじみのクリームパスタですかね。はあ、美味しそうじゃないですか。ニタさんも一瞬ちょっと食べんですか。ちょこっとよかすか。ニタさんは顔出し NG なので、顔から下になります。はい、いただきます。いただきます。じゃあ先生、ちょっと味見を。まず先生、いいっすか。あれですね、どんなものか私よくわかりませんけども。いや、ポストいいっすね。いきますよ、いただきます。はい、うん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 、グーグーグー。おー、グー出ました。普通にホワイトソースっす、これ。ホワイトソース、うん、うんとね、はい、しじみはそこなんです。はい、迷子ですか。迷子のしじみですね、これは。迷子のしじみですか。しじみ食ってみようかと思って。あ、なるほど。あ、うん、あ、どうですか。うん、うん、一瞬しじみの味をしたけど、速攻でホワイトソースに打ち消さる。あー、強いですか。はい、ちょっと先生どうぞ。先生じゃないんですけど、はい、ホワイトソースだけの先生になってますけど、はい、ホワイト先生、うん、はい、どうぞ。じゃあいただきます。どんなんですかね。しじみさんいらっしゃいますかね。どうでしょう。うん、しじみさんはいらっしゃいません。普通のホワイトソースです。ただしじみはいなくなってる気がします。やっぱりもうちょっと量がいたんですかね、しじみの量が。しじみっすか。結構しじみの量入ってる。まあ確かに入ってるかな。はい、すみません、いってください。いただきます。どうぞ。
通にパスタですね、うん、パスタよね。しかもうまい。おお、めっちゃうまいっすよこれ。でこのしじみ気になるんで、うんうんうん、うち負けとっすね。負けとよ。しじみエキスはたっぷりよ、これでしょうね。うん、だってもうすべてあの牛乳であえてね、茹でたけんが。いやでもこれしじみが出てくる、うん、出てこないでしょうね、どうしても。出てこない。これ、うん、このやり方だとしじみがいきないかなと思う。いきないかなと思いますね、うん、でもうまいです。うまい、うまいです。多分どこかにしじみの良さが出てるはずです、はい、そういうことです。栄養素で、滋養競争で、はい、はい、ということで、しじみの味がして欲しかったなと思う方は高評価を、はい、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、おはようございます。なんでそのテンションみたいに下がったんですか、それ。で、狙いは何ですか。ベラ。はい、ベラ。餌釣りするんですか。はい、こっち向けて。サダダダン、金プール。おお、それ、よ、なんですか、それ、なんですか、それ。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。